さあ、始まりました。こんばんは。放課後工房クラブ、よいしょ。11月号。11月号ですね。ですね。10と1で分けたもんだから、何の話か。放課後クラブ11月号です。はい、先月ね、いろいろ応募しましたが、はい、今のところですね、何の返事もございません。そうですね。音沙汰なし。そうですね。まあまあ、引っかからず。そういうの、締め切りが結構遅かったりするので、うん、送ったけど、まあまだ。そうですね。11月締めのやつとかも送ってますからね。そうですね。うん、なので、まあまあ、もうちょっと気長に待とうという。はい。はい、まあ、あと、ちょっと考えた方がいいものの、うん、これ送るの微妙やなって送ったやつは、はい、思ったやつは送ったりしてませんので ね、失礼に当たるかもしれないから、これやべえなってやつ、これ送ったらやべえな、あの例題にあげるならあのラッパを吹くあの、ね、あのラッパを吹く意味はさすがに応募ためらったせいしませんでした。生ハゲだって入っちゃう、あの辺はですね、バリアフリーセンターもやっておりません、送ってませんね、はい。まあまあそれを踏まえまして、今回も何個か、まあ、10個前後、我々、大熊、そして、まあ、西文、山本、川原のこの3人でやっていきたいんですけど、はい、1個だけ、あ、4人でね、はい、まあ、1個だけ言いたいんですけど、1個だけどうぞ。川原、お前その格好ないやん。川原君、そこに置いてあるものちょっと持ってもらっていい？青いな、青がすぎるわ。好きな色なんかな、青。ほんま、青大好き、ね、爽やかな青すぎるやろ。だいたい統一感がありますね、アディダスとエメマン。白と青だ。空じゃん。空だよ、お前。空か、お前。空まあ、で、余談なんですけれども、はい、我々はですね、今日、茶屋町サミット終わりで来ておりまして、はい、非常に疲れております。そうですね、さらにですね、ただいま23時半でございます。これね、工房クラブ大体今2時間ぐらいかかるんですけど、考えたり撮ったりするので、そうなってくるとまあ終電というものは消え去るんですね。そうですね。というわけでですね、4分の3はね、本日中の帰宅を諦めた、諦めました。はい、そんなあの条件を閉じてまで今から我々は工房をやります。そんなに無理して工房、誰か採用してくれよ、ね、誰か採用してほしい、採用してくれ。はい、というわけでね、こんな環境でやってるよ。本日もですね、はい、お、はい、こちら工房ガイド11月号、これを頼りに、購読してるわけですね。そうですね、これを、はい、では考えていきましょう。はい、頑張ります。早2時間と30分が経過しました。あー、長かった。長かったですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今月もね、クラブ活動の報告を深夜に及ぶ。放課後にも程がある。放課後にも程がある。いや、ブラックやな。下校しろよって話して。ブラック部活やな。さあ、今回はですね、10個、10個に割れる。10個に2時間半かけました。なんていう。10個に2時間半もかかったんか。はい。ではでは。何歳に次ぐ何歳ね。そうですね。まあ、あのね、深夜、そして本番後の疲れも相まってですね、もう思考がね、停止してて、ね、ちょいちょい気絶する感じですね。そうですね。まあまあまあ。そんな中、絞り出した工房作品見ていきましょう。まず1個目。こちら。いわき市のですね、オートキャンプ場、羽うさぎの名前、ニックネーム募集。こいつのですね、まあ、名前とニックネーム、まあ、1個でもいいと、一緒でもいいと、一緒でもいいですね、はい、商品がもらえます。はい、ではですね、早速見ていきたいと思います。いきましょう、せーの、ドーン。ボンちゃんはラビングスター、あのラビットと羽のウィング。ああ、なるほどなるほど、ね、これは急遽足した。これでも、はい、本あれか、両方一緒、両方もうちょっと足せ一緒でございます。ダイヤモンドよ。川原は私ですね、あだ名をまず先に BBQ にしたいなと思いまして、名前キャンプ場ですからね。そうですね、バードバニー Q、 まあ Q ちゃんですね、バードバニー、羽の生えたウサギということで、だってこいつはあのね、おしゃはら、呼び出すにはですね、
月見バーベキューをお供えすると現れるキャンプの妖精なんでね、はい、BBQ、はい、出現状況、はい、難しいね。で僕はですね、うん、無重力バニーっていう名前、あ、うん、いいじゃないですか。で相性はカバニー、はい、ちょっとこれちょっとねこれちょっと、あ、そうそうそう、欲をカとしてカバニー、ちょっと相性ミスったともすればなところがありますね。まあまあ宇宙でね、羽でね、飛んで、無重力の場合で、山本くんがイヤーフライングラビット、いやもうノバ、ちょっと待って、ちょっと待って、ノバ出てきた、どこから来た、ノバはどこから、その名もってことは、こっちが名前、これ、あ、だ名、これ肩書きみたいな感じ、いやー、また出たね、前回のラッパー僕犬レベルのやつ、そうですね、だから羽うさぎをバードバニーって表した男と、いやー、ラビットって耳で飛ぶうさぎって直訳にも程があるわ。ちょっとだけ出ましたね、センスが。いっぱい飛べる、最近。いや、ちょっと。お前な、ノバやからって言わないよ、お前。いっぱい飛べる、最近やる。あー、なるほどね。隙間で飛んじゃうよ。あかんよ。あなんで、そのモチーフ的な話が。もうないか。いきませんから。はい。じゃあ、続きまして、はい、こちら、バドミントンのですね、日本リーグの新名称を募集。はい。これ、これ自信あるわ。ね、そう、今まではだから、バドミントン日本リーグっていう名前やったんですけど、この度、まあ、新リーグの名前を募集していると、はい、商品はですね、どれや、うん、商品が、バドミントン日本リーグの5年間の ID カードで、うん、バドミントン用品一式、バドミントン始めるしかないな、はい、そうですね、では、行きましょうか、はい、行きますよ、せーの、ドーン、ちょっとかぶっとるがな、嘘、どれとどれ、ちょっとかぶったな、スマッシュリーグ、スマッシュシャトルリーグ、2にかぶってんな、かぶった、いや、ちょっとだからね、自信あるって言うからかぶってそうやなって言ったら絶対かぶってないって断言したのに、一番出てきそうな、多分スマッシュなんて、スマッシュシャトルですよ、まあ、スマッシュリーグやったらもしかしたらテニスかもしれんなと思ったりするじゃないですか、そこをシャトルって入れることによってバドミントンとテニスの区分けをしたわけですよ、長い長い、スマッシュシャトルリーグは SS リーグでもいいですよ、だからじゃあ SS リーグで書けや、え、あ、そうかこれはで私はだからフライリーグ、あー、まあ、ね、略称ですか、 Y がなんか可愛らしい、 Y やこれなんか略称ですか、うん、飛んでるだけ、オフトキャンプに続き、オフトキャンプに続き、まあまあ羽がね、はいはい、僕ですね、あのなんかバドミントンを調べたら、はい、このプーナ、プーナというのがその元になった遊びみたいな説があると、何なんプーナって、説明して、言ってて、あんまそこは詳しく調べてないんやけどバスケットボールに対するポートボール的なことかな、そうですね、プーなんかまあ原点回帰じゃないですけど、まあ、その原点を名前を持ってくる、これどうなんやろ、でもそれはバドミントンじゃないからあかんで、ね、これはボツ、これはもうここでこの人、はい、では続きましていきましょう、では今のバドミントンね、じゃあ、じゃん、上越、妙高駅お出迎えキャラクターの愛称募集、うん、こいつでございます、言ってますね、もうねえ、そろそろ僕の名前をつけてほしいなと、こいつ結構生まれてから1年以上経ってて、 今はですねモグラっていう愛称で呼ばれてるんですけど名前がないですね、モグラ君かっこ仮みたいな、ね、そうなんですよ割とねキャラクター化されてね長いんですよ、立体化までされたりしてるんですけど、割と活用されてる、なんか思ってたのと色が違う、はい、これね、はい、検索してほしいわ、たこ焼きみたいなイメージ持つけどな、はい、青とか使われてますからね、こいつカステラとかみたいな感じかなと思ったらまさか青使ってくるの、鼻、ね、のあたりね、うん、青とか、ね、ちょっと衝撃な、でもまあ、あのこの子ね自分でも言っちゃってますから、うん、そろそろつけてほしいと、つけよう、我々がですね、つけてあげましょう、いきましょう、せーの、ダーン、うわー、ちょっと待って、これはふざけてんな、ふざけたな、もうね、あの、まあ、こっちなんですよ、モグラの女王といきたいんですけど、うん、でまあこれのイニシャル MJ、 これを逆から読むと、あの上骨、上越妙高になると、あ、これはでも説明いるな、説明不要でこう、モグラの女王 MJ、 だからどれなん MJ、 モグラの女王で
です。モグラの城な。これは妙高の妙で妙具の助。あ、モグラの本名。妙具の助な。呼びにく。妙具、妙具でいいよ。妙具でいいよじゃねえ。じゃあ妙具にせよ。いや、いいんです、これで。で、俺は相性だから。タレモグラ。ちょっと待ってください。タレモグラ。過去にお店にしたファンなりませんでした。タレ、なんか。これダメでしょ、絶対差し押さえくる。いやいや、でもものすごくタレ目やね。しかも体が垂れてるってことじゃなくて、目の垂れ目さ、うん、こいつすごい垂れ目でしょ、垂れてるし離れてる、まあ、眠そうな感じやけどね、体はすげえピンクこいつ立ち上がりますからね、そうやねんな、どうやらイラストによるとね、でも立ち上がんねん、この垂れもぐらはもっと垂れ目やから、垂れもぐらって言われてるで、はい、にゃんもとくんの作品がグラグラもぐもんですよ、これは名前がかわいい、ちょっと待ってくれ、グラグラはさ、グラグラもぐもん、だってこれ新幹線とかのさ、いや、グラフィックグラウンドモグラモグモンってことですよ、ちょっと言ってんの、はい、もう一回言って、もう一回って、思いのがこいつかっこいい名前、グラフィックは、グラ、待てよ、グラフィックグラウンドモグモンって言ったこれさ、なんなんそれ、だから強だからって言われても名前じゃなくてさ、この字に着眼したいんだけど、これ何点なんか多ない、ラーです、ラーです、ここに点3つない、いや、ここの、ここのやつはここに来たんですよ、このグーがここに来て、ラーの上に来てもうたせいで、グーがちょっとラーの領域おかしすぎじゃない、うるさいな、もうええやろ、もう2時やぞ2時に喧嘩したくないぞ、ほんま喧嘩です、そんな映像届けたくない、見てくれてる人に、ああで、喧嘩怒ってるやつの書いてあるんですよ、これグラグラモグモこれ一緒やけ、怒んのかグラグラモグモ、これはグラグラモグモンなんや、自分のツイッターアカウントかけてんのかな、あ、山本、山本かけてない、絶対かけてない、はい、じゃあって言った、出た、次行きましょう、はい、こちらでん、北海道の新たなキャッチフレーズ募集、これはでかいですよ、これだって北海道やからね、うん、ねえ、賞金10万円、うん、いやすごいね、北海道の何々じゃなくて北海道自体の、うん、キャッチフレーズですから、はい、かなりちょっとあのこれ選ばれたら胸張れます、うん、はい、これ張っちゃう、これ俺張っちゃう、いけそう、私ダメや、これマジでダメ、いやこれダメね、全然思いつかなくて、よし、自信はないか、そんなこと言われてもってやつからでは行きましょうか、はい、せーの、ドーン、めっちゃかっこいいねんけど、僕はね、うん、誇り高き北海道、やば、まああの、うん、ね、割とそんなイメージないですか、うん、まあですね、うん、タレも、ね、美味しいし、で、山本が日本の先端北海道、あ、胸張れんのこれで胸張れんの、未来を見据えてる部分やっぱ先端を行く、うん、先っちょ、先っちょ、まあね、日本の先っちょ、うん、あ、でも変わると俺ちょっとかぶってんだ、そうですね、したたかな日本が誇る北海道、ちょっと五七七五調で、うんうんうん、まあね、基本、はい、で、文ちゃんは触れてほしくないんだけど、北海道生まれ北海道育ちね、誰か書いたよな北海道が、いや、違う、なんか北海道の食べ物って美味しいなと思って、そういうイメージ、あ、え、北海道の食べ物美味しいなってこれ、これやばい、え、え、まあだから北の、ちょっと理由が意外やったな、北の豊かな大地が育んだものたちは素晴らしいねっていうことを言いたかったけど、うまいことならないままに世に放たれた今、ちょっと青二歳どう、これ、これね、青二歳的には、うん、こっちの方が青二歳かなそうやな、そうやな、真っ青な格好した青二歳、青二歳って言われるの、青二歳やな、いや、でもね、キャッチフレーズ、うん、他の都道府県見たら、うん、こうちょっとまあこんなこと言うんですけど、ダサいの多かったから、ちょっと私いけるかもしれへん、意外にそうやねん、選考委員会のダサいレーダーに私めっちゃ引っかかるかもしれない、あの人はダサいのを選考してるわけじゃないですか、そうですね、はいはいはい、まあ県によってちょっといろいろあると、はい、じゃあ次いきます、はい、はい、こちら2016年度全国統一防火標語、まあこれもうね10万円でございます、はい、あのね、でかいですよこの2つ、防火、まあの標語なんですけど、これはだからどこかの県とかどこかの市じゃなくて全国なので、大口でございます。俺が考えた標語は乗るかもしれない。なんだろう、だから全国にポスターでね、広まるかもしれない。あのなんか若い女性タレントさんと一緒にね。はい、そう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 、よくあるやつね。よく売ってるの、公民館に貼ってる。そうですそうですそうです。になるかもしれない。お、集めとったわ。集めれるの？あれ集めれるの？ちょっとサイドストーリーやけど、それどういうこと？上戸彩がめっちゃ好きで。うん。持って帰っていいかな？
実家帰っていいかなっつって、うん、学校にあるポスターを持って帰るっていう事件が起こった。それただの窃盗じゃない。集めてるとはちょっと言ったコレクターの感じはちゃうかったもん。正規ルートじゃなかった。ただの盗っ人でございます。盗っ人、友達が昔盗っ人やった話や、ね、うちはあの考えた標語が載ったポスターが盗まれるかも、ね。はい、よしよしよし、じゃあ盗んでいただきましょう。はい、せーの、ダーン。お、いいの見ましょう。火を見るとホッとするけど気をつけて。防火の標語としてはなかなか。火を見るとホッとするけどって言ってちゃう。急カーブ曲がって気をつけてのやつが急に角曲がったら俺は。だいぶ最初はちょっと持ち上げてんな。そうなんですね。最後どうするか考えたんですけど。じゃあ川原は、はい、気をつけて後悔するのは燃えた後。ああ、この後のことやな。気をつけて、気をつけて後悔するのは燃えた後。2つセットかな。いやいや、高校生じゃない。なるほどなるほど。2人で、うんちゃん。まあいいか、小さな火種が命取り。うん、はいはい、普通。普通やな。ザ普通。まあいっかってとこに、うん、あのこの5文字がほんまに思いつかなくて、うん、若干私の妥協も混ざって、もうこれでいっか。西文っぽいよね。放送事故やね。放送事故や。僕がですねこれ、はい、ちょっとね皆さんに募りたいんですけど、はい、火の中で苦しみ消える命の火なんですけど、うん、火の字をどっちで出すかで悩んでるんですよね。そっちですね。あ、そっち。ともとも、うん、こっちが。オッケー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 。じゃあそっちにします。うん、でもヘビーですよねこれ。ヘビー系。ヘビーかな。公開レベルとしては大きい。いやでもいいんじゃないですか、火でかけとってね。うん、そうなんです、うん、かっこいい。ちょっとかっこよさげにまとめてみます。いいんじゃないですか。はい。面白くて。そうそうそう。これ有力候補ですね。これは割と僕、うん、あ、いいんじゃない、いいのできたと思いますから。次、はいはいはい、あ、では次いきます、うん、いいね、はい、住友生命創作四字熟語募集ということですね。もう僕らで勝手に作るというか創作の四字熟語を作りましょうという言葉遊びです。はい、これはですね2015年今年の、まあ、世相とかを、うん、題材にしたものでございます。では、はい、いきましょうか。これ結構難しかったわ。これはね、良くないな。これはなんかね、パッと出たよ。意外そうやな、文ちゃんめっちゃすぐ終わった。だから意味合ってたら、合ってなかったらどうしようっていう恐怖は。では行きましょう、せーの、ドーン。じゃあ、川原これ何？僕ね、どう読もうかちょっとねんですけど、弱と老婦とします、とりあえず。もうすごい難しいやん。まあまあ、大阪投票、都構想の投票がありまして、うん、10代、10代じゃないな、20代から60代は都構想賛成になってたんですよ。うんうんうん、まあ、70代が反対やったんですよ、あの、うん、投票結果的には。ただ総合にすると、反対の方が多くて否決されてしまったと。ただ中身を見ると20から60代は都構想がいいのに、これはどうなんだと。まあまあね、だね、うちら大阪やしね。まああれですわ、全然言葉出てこないので次行きます。あの私の少子化みたいなことが言いたかった。テーマ一緒やね。あ、そうなん、どっち、うん、じゃあ山本から見ましょうか。五輪白紙。はい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 、まあ、ね、直球ね。だっていろいろ白紙になったもんね。そうそうそう、全部やり直しね。うん、なもうなんかクソコラグランプリみたいな開かれてたもんな。ワードで作るツイッター上でな。基本的にクソコラグランプリになったら世相かな。私はあれ、あのエンブレム、はいはいはい、佐野市東京五輪、ええやんこれ、あーいいやんこれ、なんか叫ばれまくった、あーいいやん、いう意味で東京五輪いけるやろこれ、いいじゃない、あのパッて出た、うん、飛んでる、やった、飛んだ、ちなみに対応してくれ、僕ちょっと暗中模索、あのこれは安保法案の、あーはいはいはい、まあ躊躇戸惑いがあり、まあ、模索中と、はいはいはい、これもいいですね。割と意図はあれよ ね、 ね、同じ単語があるものを変えると、これ、ね、そうです、そうです、みんなが知ってるやつ、うん、四字熟語を混じってって感じですね、うん、そうですね、はい、こんな感じでは、はい、6番思いつきたからな、これで、うん、6番ないな、俺もまだで新番前に、じゃあそのままいきますね、はい、これ結構みんな苦戦しました。秋の全国交通安全運動ヒヤリ体験投稿キャンペーン、危なかった募集、まあ、これツイッターと書けてるんですね、うん、まあ、あのツイッター賞などフェイスブック賞とかいろいろありまして、まあ、賞金が、最高で10万円ございます、
はい、これはまあ、あの交通のね、うん、自転車とか自動車、まあ、バイクとか歩行者何でもいいんですけども、そのヒヤリとした危なかったっていう、エピソードを60字以内で募集というものです。ではいきましょう、せーのドーン。そうですね、じゃあ、川原からいきましょうか。目の前のワゴンが、これちょっと書き直してみたんですけど、はい、目の前のワゴンがトランクの開いている状態で走り出した、うん、すぐ信号で止まったので開いていると伝えたので事なきを得ました、はいはいはい、これでもあるあるやな、うん、結構、ね、あのダブルシューテルの、うん、結構の途中でね、大熊さんも一回、ね、あ、そうですよ、それあ、これだよ、これ登場人物、大熊さんなんです。あ、これ俺、そうです、そうです、はいはい、これ俺やった、開いてますよって後ろからみたいな、なんかあれ開いてるみたいな状態で曲がっていったからね、車が結構走ってる、うんうん、ね、交通量多かったんで、危なかったよね、あれ、危なかったよね、あれ結構危なかったよね、完全に開いとったからね、あれ、うん、大きい道路でしたから、はいはいはい、これ僕でした大熊さんが、はい、で、山本は、ね、寒い冬の夜、原付で移動中、マンホールの上で曲がろうとした時、後輪を持っていかれ、こけたこけていたら後続車に引かれていた。ちょっと待って、これ危なかったじゃないってもう命の危険が、あれ超危なかった。いや、あ、いやいや、あのこれは終わったやろさすがやな、こけかけた、こけていたら死んでた、まあ、ちょいバランスを崩しただけ、うわって結構いきましたよ。いや、これはもう報告がなかっただけで事故や、うん、これは事故なんですか。事故やろこれはですね、危なかった、対象外かと思われます。でも一応出そう、うん、出してみよう。で、これ通ったらすごい許容範囲だと驚きほどの子包み込むとは、世に出せる事故がいっぱいあるってことですね。あのね、山本氏はね、事故のね、うん、あのね、方策なんですよね。事故ホルダーですね。もうね、ほんまに。たまにやばいのから、些細なものか。そうやね、クリックしたらいっぱい出てくるからな。ヤバいホルダーはね。山本事故で検索してもらえたら。いや、関係ない。お前の歴史に残らぬ事故が。で、うんちゃんは？信号待ち中、周囲が歩き出したのに合わせて、何進んだら車のクラクション、はいはい、見上げると信号は赤のまま、みんなで渡れば怖くないの罠。なるほど、60時。これでもあるあるやな。もういや、これ絶対あるあるでしょ。なんかあんま見てなくて動いたからボーッとついてったら、あれまだあかんね。志村さんの場合は携帯をスマホをこうやって歩きながら、こうやって周り動いたなっていうのを端で見て行った時に、あれあるある、うん、きっとよろしくないね。歩きスマホのしちゃダメよ。歩きスマホの危なかったかな、これ。まあ、歩きスマホって単語を入れると一気にあかんかった、うん、どうやって入れずにエピソードを作るかなって悩んだ末の歩きスマホを書かなかった感じ。友達と喋ってて、でもまあ、あれなるほど、はいはい、まあ、ニュアンス的にはね、僕はですね、徹夜明け40時間起きてて、ヘビーなんです。そうです、そうです、演劇やってるとまあまああるんですね。徹夜明け40時間起きてて、帰宅する深夜3時、朦朧としながら原付を走らせると、すべての電柱が人に見え、エアーヒヤリハット100連発。やばいな。いや、めっちゃ怖かった、あれ。いや、これは、てか、投稿されてきたら、うん、まずこの40時間起きててで、二度見でしょ。まずこれで運転しちゃダメですからね。うん。ねえ、危なかったよ、ほんまに。40時間起きてて、深夜3時帰ってくる。もうね、朦朧としすぎて、ほんまにもうね、人影に見えるんですよ、すべての電柱が。だから、危ない、あ、人、あ、違う違う違う、あ、人、あ、違う違う違うっていうのを繰り返しながら帰る。それで起きれないですね。もう眠すぎて40時間でしょ、活動限界とも昔ですわ。赤信号とか青に変わったとて、うん、気づかへんね、うん、はあ、それも危なかったんやけど、ね、だって朦朧って単語が入ってる時点でアウトですよね。登場しませんよ、漢字でしっかり朦朧ってぴったり60時なんで、はい、なるほど。いや、もう、うん、まあ、危なかった、事故はなかったので、はいはい、まあ、居眠り運転ダメよという話でございました、はい、ではです ね続きましてですね、これですね、でん、トイレ、あ、これじゃないで、こっちだね。立冬はエアコン暖房の日、エアコン暖房川柳ということでですね、はい、日本冷凍空調工業会が募集している、まあ、立冬の日をエアコン暖房の日と定めて、それをモチーフにした、川柳を、募集と3万円、
いただき、はい、3万円ですよ。いただき、図書カードですけど。いただき、いただき、自信を、自信ママやさっきからそんな自信ないか。なくてもこれのことだけ俺がいただくぞ。いただくぞっていう感じで強気です。はい、では行きましょう。せーの、ダーン。じゃあ自信ママの山本、帰宅して冷えた体に春の風。決まった。見てた、あの選考内容みたいな。そうだね、選考内容で、選考内容読んだかっていう。あのね、選考内容的には、そう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 、あのね、快適な、まあ暖房活躍時期に需要の多い時期に向かう。来年っていう意味不明の供述してるんですけど。え、だからパワフル省エネクリーンなエコン暖房の普及活躍を行っておりますですから、まあ結構その、うん、エアコンに対するポジティブ、まああっとな、快適にといえばそうですけど、快適、ちょっとな枠が大きすぎるよね、これな。こう普通の川柳としても、うん、いいよね、だって、うん、エアコン暖房の日に限らないもんね。でもそういう言われると俺も、はい、適温で健康を保ち医者いらず。なんかコメントがね、そうなんですよ、ね、ちょっとな、うん、違うんだな。そう で、ね、でということはこっちは、はい、冬の日に部屋も財布も温かい。あ、ちょ、似てるわ。似てるけど、ほぼ一緒。エコ型で部屋と懐温める。温める。まあだから、あの、エコーなやつで最近ね、節約できるっていうことですよね。もうね、難産の難産。これちょっと4人とも微妙やな。うん、これね、うん。でも、出そう。まあ出しますが。うん、はい、もしかしたらあれか。ね、なんか意外なこと起きるかもしれない。もうね、ここから川柳シリーズが続きます。いや、苦しんだ、はい、ほんまに。あと何個？あと2つですね。はい。眠り川柳。これも、はい、最後から2個目ですね。賞金がですね、商品これ何？何ですか？あれ、ルンバ。あ、ルンバとかですね。ルンバ、それは、それはあるじゃない？バックスイ大賞、アイロボット、ルンバ。ほんまや。そうだ、枕とかが良かったなって。まあ、眠り川柳ということですね。まあ、眠りにまつわる、とか寝具にまつわる川柳を。はい。全然まだとかない。はい。ルンバ欲しいね。ルンバより頼みたい。事務所にね、あれば。事務所にルンバあったら最高でございます。いいでは、行きましょう。せーの、ドーン。はい、文ちゃんは？何事も眠って起きれば過去のこと。もうね、何山だったんです。まあなんか50点って感じやな。いや、50点もくれるんですか。私これ自己評価25点なんですけど。じゃあ25点やな。25点になっちゃった、ね、12点出てる。はい、はい、じゃあ、はい、はい、寝坊した、慌てて起きたが今日休み。これあれやな、川原の昔この間のやつの、あのご飯食べて、そうそうそう、おいしい、働いて、それは知ってね、ご飯おいしいねみたいなやつに似てるな。なんか素朴さがすげえ、これ考えた人いい人だよ。第2弾だよ。あ、ほら出て、とても人柄が見えて良いですね。これ前年のあのやつはですね、なんかちょっとほっこりじゃないですけど、ああこれね、はい、悩みなど寝たら治るが箱の癖。うん、でもそれに比べてこれはちょっとな、小学生が書いたんかなと思う。それに比べてももうだいぶ疲れた大人が考えたやつ、これ。二度寝して三度寝もしてセットやわ、これはセットありきやわ。この二つ、二人はよくチームを組むね。二、うん、人でパス投げてくるね。二度寝して三度寝して、これ実体験。もちろんこれも誰でもあるでしょ、もはや。これももはや睡眠の表れです。共感だらけ、共感だらけ。早起きて、あ、全然いけるわ、うん、もう一回起きて、うん、あと1時間もある。はい、終わった。はい、終わった。なるなる。なんであそこで、ほんまあれあれやもん。なぜ俺はあんな無駄な時間を。これめっちゃ電話かかってきてるわ、終わったこれルンバあげようってなるこいつには、そういう意味ではこの子にはルンバあげようかなってちょっと思って、ね、で、大久さんのやつちょっとなんかどうしたおじ、なんかおじいちゃんって出てくる。ドキリとするほどよく寝てるよくね、これ睡眠かな、大丈夫かな。まあ、永眠かもしれない。何言ってるんですか、何ユーモアを混ぜたらこれは川柳やったんですか。そうです、そうです。いやいや、よく私のやつ言ってくると思うんですね。これね、眠りに関する失敗ですよね。だからまあおじいちゃんの
取り返しをつかない失敗。やばい、嘘やろ。嘘やろ。嘘やろ。おじいちゃん、あ、寝ちゃった。ドキリと、あ、ちょっと鋭眠しちゃった。ドキリとするほどで、ドキリの方なんですか、うん、おじいちゃん、ドキリじゃないでしょ。周りの、そうやな。ちょっとドキリとするほどよく寝てる。そうやな。そっちそっちそっち。うん。いや、ちょっとこれも、これは多分先行されないと思う。これちょっと、おじいちゃんの時点で。まあ、セガ豊洲賞ないかな。ないですね。プラネタリウム。プラネタリウムあげようとなんだやっぱこの子や。まあ。だね。はい。次ラストですね。ラストです。ラストか。はい。だってね。妖怪川柳コンテストですね。まあ妖怪をモチーフにした洒落た。はい。川柳をご指導、はい、妖怪といえば妖怪といえば、ね、どうもどうも、妖怪といえば一撃やった、はい、そうかな、まあ、もうそうでもない妖怪好きなので、うん、うん、持ち妖怪があると昔ねそういうこと言ってた時期もありました。はい、はい、では妖怪川柳教師はせーのダーン、いや川原火の車、欲しい車はこれじゃない。ああいいやん、割と、はい、まあ、火の車、家計が火の車とかいうのはその妖怪の貨車に責められて苦しんでる様が元らしいんですけど、うん、調べたところ、いいそれをちょっと貨車ね、はい、かけ地獄の使者ですから、はい、はい、じゃあ、西村さん、はい、モテメイク盛りすぎすっぴんのっぺらぼ、あの顔濃い人が多いからっていうだけ、メイクで今山本がのっぺらぼみたいな顔になってていや、なんかあるやん、そのうちはメイク濃いからすっぴん取ったらなんかあれ、うん、目とかどこ行ったってなるみたいな。いやー、ちょっとこう見てるあれやね、うん、山本老けてんな老け山、老け山やわ。これ今、ムンちゃんの方が年上やもんね。そうですよ、川原の方が年上やもんね。方が同い年の一個下ですよ。老けてんな、お老け様何言うてんの眠た様やから、ちょっと待って、私のやつそんなに思わなかったちょっと待ってよ、ちょっと待ってくださいよどうしたなんで、待って、久山さんの老け顔に触れなあかんレベルで、あかん、いやいや、いいねけど、まあやっぱね、こう言ってしまうと優等生すぎて、まあ、褒め言葉と受け取っておこう。優等生、顔険しいな険しい森や、はい、あ、僕のやつね、はい、はい、天地逆、枕返しの仕業かな。どういうこと？だから寝相が悪くて、はいはいはい、で枕返しは寝てる間にね、そうそう、うん、体の向きを変えたりするっていう、あ、そういう妖怪がいるんだ。そう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 、まあだから昔の人はね、何でも妖怪のせいにしてたんで、寝相が悪い人が妖怪のせいにしてたわけですよ、ね、ちょっと妖怪に詳しい感じやね、ちょっとだけね。そしてですね、仲悪い、まあ、まあまあ詳しい私はい、ごまをすり、それでも足らずすねこすり。これはすねこすりという妖怪が、ね、妖怪がいるんですよ。すねに何かささってなったかなと思ったら、それはすねこすりの仕業です。すげえ死ぬ人、マジ何で妖怪にさえあのね、すねこすりって見た目すっげえ可愛いんですよ、はいはい、あのね、猫ちゃんみたいな、ほんまに、はい、子猫みたいな見た目で、まあ、あのゴマを吸って、それでも足らなかったらすねこすりのような可愛い感じでいけという。かなりあれですね、知識ありきですね。はい、続きで九段、すごい、九段の剣、伝え忘れて命取り。あ、九段の剣ってね、一見同じこと言ってるじゃないですか、うん、でも九段っていう妖怪がいるんですよ、はい、これはまあ牛の、あのから生まれた人間の顔を持った牛なんですけど、ちょ怖いんです、見た目ちょっと黒いんですけど、あの予言をしてそのまま死ぬんです。え、どういうこと？その予言は当たるんですけど、予言してそのまま絶命するという。なので、生まれてすぐに、そう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 、あ、九段が生まれた予言したら死ぬってことですか？そうですそうです。めっちゃリサイクル早いってこと？そうです、 リサイクル違う、リはないかもしれないです、まあ、それを伝え合わせて命取りってことで、何のために生まれてきたのか。まだ。黙黙連、壁に耳あり、障子に目あり。黙黙連。黙黙連っていう妖怪がいるんです。いますね。そうですね。障子に全部目がバーッ、だから誰か見られてるなと思ったら、障子に目がいっぱい。あ、だと。これが紹介なんです。黙黙連。どんな子が。赤鍋に高校デビューをさせられる。まあ、うう赤鍋っていうね、妖怪がいるんですよ。お風呂の赤を舐めるってね。垢抜けたなっていうね、高校でね。これさ、妖怪戦場みたいな、めっちゃある。山わろは普通のおじさんかもしれない。本
っとこれちょっと今山わらの画像出した方がいいな。山わらっていうね妖怪がいるんですけど、はい、山にの奥に住む人間の体をした妖怪みたいな紹介なんで、普通のオスかもしれん。なるほどね、妖怪じゃないかもしれん、はい。昔の人が山に入って知らないと出てきて、あれ妖怪ちゃうかって言ってたってこと。妖怪に見えるけどな、目一歩しかないですもん、この無理じゃ無理。あ、うまいね、このよあれね。まあまあそんな感じで小説あります。妖怪出ましたね、これかな。え、怖いね。いやもうちょっと、三月しげるのやつとかは結構ポップなんで、はい、まあ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 、はい、以上10タイトルで、はい、ここからですね、また12月バージョンもまあ撮りますが、公募クラブ、どうなっていくのやろうということで、だいたいなんかそれぞれの特性が出てきて2回目にして、はい、まあ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 次回を、ね、次回のこの公募ガイド、中期合宿はい、お楽しみということで、今回はこれにて終わります。一番、あ、一応僕ね、うん、あのね、1個だけね超ボツにしたやつがあるんですけど、うん、北海道のやつ、うん、北方領土速攻譲渡、はい、やばいやばいやばい、はい、ではですねまた行きましょう。ではですね、また次の公募クラブで行きましょう。それではまた来月、さようなら。なんで入れたんや。なんであの人あんなど真ん中で堂々と胸に散らかすの。今からこうやって稽古しますけど、どういうつもりなんですか。なんかあれだな、誰もおらんからもう自分の部屋みたいな気持ちになってる。あ、なるほど。いやでももうすぐでしょ、そんな。いやでもあの赤のシャツあんな真っ赤なロンティー売ってる。いやヒートテックとかであるじゃないですか。ニコロンっぽいですね。うん、もうちょい、よろしく。何してんの、どうなってんの、これは上脱いだだけですよ。でまだ靴履いてるし、なんで靴脱いだらいいじゃないですか。風呂上がりみたいになってる。風呂上がりやけど靴片方だけ履いてるみたいな。いつ靴脱ぐんだよ。もうなんかストレッチしてアップはずこのまま臨むってことね。おお、何考えてんの。靴脱いだらいいのに。お腹の音が響き渡る。なんかでもみんなけえへんなみたいな
顔してるけど、今来たらどうするつもりなの？終わりますよ、人。もう一個先行ったら、あれですかね、パンツ脱ぎそうな勢い。いや、まあ、パンツ脱いでるか、靴脱いでるか、どっちか、まあ、両方脱いでるかもしれないですけど、ちょっと行ってみよう。行ってみますか。行きますよ。じゃあ行きます。よー。